韓国ともに民主党のイナギオン代表が13日、日韓首脳会談を通じた北東アジアの安保経済協力を強調した。拘束した日韓関係を解きほどき、来年7月の東京オリンピックで朝鮮半島の平和定着を全世界に示しそうという構想だ。リラクフチ代表はこの日、 ソウルのグランドハイアットホテルにおいて非公開で開かれた韓国国際交流財団と日本国際交流センターが主催する第28回日韓フォーラムの基調演説で、日韓両国の首脳があって問題を解決し、促進する機会にしなければならないと述べたことが伝えられた。同代表はこの日午後、国会において日韓フォーラム関連の記者会見を開いて、日韓関係の解決策について説明した。 同代表は日韓首脳会談を通じて、検案事項の解決を促進することが指導者の役割と強調した。そして、官議員首相に意思があるのなら、問題を解決できる知恵は実務担当で十分に出せる状態であると判断すると強調した。続けて、両国の指導者の意思さえあれば、両国の外交当局は、問題を解決できる準備を整えていると改めて強調した。 日韓関係が、ジョー・バイデン氏の大統領就任前に改善されるべきであるとも述べた。同代表はバイデン政権の発足に先立ち、日韓関係が改善され、ムン・ジェイン大統領とカンギ首相が、同じ声を上げてバイデン大統領を説得すれば、北東アジアの平和繁栄に寄与するだろうと述べた。そのために、1998年のキム・デジュンオブチ共同宣言のように、 文字栄員間共同宣言を発表できないかという夢を持っていると述べた。